エネダ・タリハは、アルバニア・ティラナ出身の歌手である。2010年のトップフェスト、および2015年のフェスティバリー・ケンゲスで優勝した。2003年に、アルバニアの音楽祭、フェスティバリー・ケンゲスに出場し、楽曲、カンドリジで、初の決勝進出を果たす。2006年には、ケンガマジケに出場、ディスズ・ジャリット・ TND で決勝4位の成績を、残す。 2007年のフェスティバリーケンギスでは、イ、e、パラレターで決勝に進出するが、17位中10位に終わった。2008年のケンガマジケにも、ゼリームで出場している。2009年12月のフェスティバリーケンギスでは、アニエザ・シャヒニと共演し、N、パスカイアを歌った。2010年にはトップフェストに出場、M、ビータモーい優勝を果たす。その後、トップチャンネルの番組、 ポルトカリーの司会を務める。2015年12月には再びフェスティバリー兼ゲスに出場、パラ両体、優勝者となる。これにより、エネダ・タリファは2016年5月にスウェーデン・ストックホルムで開催されるユーロビジョン・ソング・コンテスト2016のユーロビジョン・ソング・コンテスト、アルバニア代表となることが決まった2013年、ミュージシャンのエル・ヨンザ・ロシュニアとの間に、 娘のアリアが生まれた。ありがとうございます。